はい、皆さんこんにちは、吉田沼さんです。今日ご紹介するのは久々ですね、ロッテリアさんの商品です。こちら、ミートソースビーフバーガーです。はい、240円。はい、ミートソースのビーフバーガーらしいですね。夏向け発売ということでね、6月、今月発売ですね。そして8月下旬までね、販売する予定だそうです。はい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 。よし。バンズ。ちょっと全部めくれちゃうの、これ。まあ、おそらくは、こう、ミートソース、そしてキャベツの千切り、そしてパティですね。パティの下は多分何もないと思いますけども。はい。大きさ普通。では、いただきます。うん、うまい。うまい。ミートソースがうまい。うん、あ、キャベツと合うね。なんとなく。うん、うまい。なんだろう、なんかね、あのミートソースの昔から、ミートソースってまあ子供の頃からね、ミートソーススパゲティかなんかで食べてた、その味わいが、もう舌に慣れてて、それがうまいと感じるのと、あとキャベツの千切りとすごく合う。で、パティはそれほどなんか爆発的な、なんていうのかな、あの主張をしてないんですけども、まあ普通にだから美味しかったかな。240円じゃ普通ですかね。って感じいたしました。はい。はい、金額も240円ですから、まあロッテリアさんの価格帯からしたらね、そんなには高くないですね。うん、テリヤキが270円かなんかなんで、でチーズバーガーが160円でしょ。だからロッテリアさん、それ以外は300円台が多いんで、ロッテリアさんがだから240円じゃ安いですよね。うん、ということを加味すると星4つでございますね。はい、星、まあ、4つ、3.7 とか、そのぐらいですかね。はい。ということで、本日ご紹介したのは、ロッテリアさんの新商品、ミートソース、ビーフバーガーでございました。ありがとうございます。